始めていきましょう。横スワップ選手対スコンギリア選手。2400対2300。こんな試合がこの配信で見れるんけ。おっと、一瞬の暴れも見逃さないスコンギラ選手。2000超えのバーゲンセール、ここからは本当にすごい戦いになってくる。こっから2先違くない？違うでしょ、準決勝からなんで。これは準々決勝なんでまだ1先です。そうです、びっくりした、これまだ1先です。すごい戦い、すごい人たちが戦っているぞ。これはなかなか、そっから殺す、マジかよ今の。さあなんと横シャープ選手がワンストックリードしていく。さあ今度は拒否して、今度はスコンギリアのターン。あそこから死んだ、嘘、おっと、さらにトロッコを使ってるやつが、なんだこれは、なんなんだ今のバーストコンボ、見たことがない、スーパープレイの連続、これはスーパーサイヤ人のバーゲンセールだ。おっと、コマでさらに復帰阻止して、ブロックでなんと冷静に復帰していく。なんだこの試合は。さあ出たこのコンボが 68% を叩き出していく、確定で入っていく。しかし横シャープを負けてない、空への刺さる 95% のその後の追撃は空母で押し込んでいくが、しっかりガードしている。さあブロックをうまく使って、ブロックを巧みに使って変幻自在の動きをしていくスコンギレア選手。うわっと、空母もしっかりブロックでガード、何なんだ、未来が見えているのか。さあスタスまで間髪入れず外に出していくが、ようこしゃぶ選手、ここまで空母が当たる、リードは横シャープ選手、2対1ストックリード。さあ絶体絶命に追い込まれているスコンギラー選手、今度はどんな奇想天外なプレーを見せていくのか。さあ崖下でとんでもないことをしていたが、主には何をしていたか全然わからなかった。さあ全く採掘する隙を与えない。さあスコンギラ選手どう立ち回っていくか、この不利な状況をどうやって打開していくか。さあトロッコは冷静にかわされていく。うわー、からの子飛びすぎー、飛びすぎだろ、 62% 差ですが、さあどう返していくか。おっと、このコンボは逃げれないのか、これがー